疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと早いんですけど、どうも今日は絶対と安全運転で帰りたいと思います。あの今日、昨日今日ありがとうございました。皆さんね、皆さん、まあ、昨日今日お疲れ様でした。ありがとうございました。疲れてる、疲れてる。疲れです。一気に元気だった、まあ、から元気だったけど、もう老けた。テレビ、これテレビ、テレビ、これ動画、動画もう重ねますと言いますけど、津谷さんね、車検をすんなり通ってたら優勝だったんですね。あの、グレーって言われたから負けたから。いや、グレーじゃないです、黒。で、29%黒。あれがすんなり取ったら、もう今日優勝だったんです。そう、どこで取んなんでしたっけ。スコーススタートで、はい、デジタルを軽やかに、おお、軽やかに遅く、あるさなめてクリアし、なんあのフラップは通過できず、はい、寸通りまして、はい、フラップなしとか、なんとかチェンジャー、なんチェンジャー、はい、チェンジャー、ポン、くるくる、技術点高い、くるくるからの、これマシン違うけど、はい。拾いました。あれ出た、あれ、このそこで信用してる。後ろ後ろ後ろって言われて、あのタミヤに言われてる難題を押し付けてくる人。反省します。はい、で皆さんお疲れ様でした。今日はレースどうでした。これは華麗にスタートしてデジタル抜けの4台同時バコン。もっと走らせたかった。2回目2回目って言ってマスさん。どっちも顔が顔がもう顔が今日は有名なダンサーに会いに来た。ああそうそうですね。で有名なさんに会えた。コアラさんに会えた。あ、そう、コアラさんに会えた。コアラさんに会えた。それだけ。コアラさん9割。コアラさん9割。そうですね。車検1割。車検1割。今日レースどうだったの。これはもう、今日飲み会楽しかった。ああ、なるほど。今日あの交流を楽しむ会ということです。これ4個の番組。レースを楽しむか、交流を楽しむか。両方楽しいんだけどね。え、そうですね。はい。というわけで、今から帰ります。お疲れさまでした。お疲れさまでした。やばいな。お疲れさまでした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 。頑張ってください。頑張ります。いや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 、はい、皆さん、品川大会お疲れ様でございましたね。私、竹尾、大阪に帰ってまいりました。まずですね、品川大会に、あの、一緒に行っていただいたね、ゆうやくん、ネオンさん、マストさん、ツヤさん、本当にありがとうございました。あの、非常にね、あの、前日からね、あの、ちょっと飲みに行きまして、非常にね、あの、楽しい2日間を送らせていただきました。ね、本当にありがとうございました。あとですね、品川大会で、マシンの動画を撮影させていただいた方、ね、あと、竹尾に絡んでいただいた方、ね、本当にありがとうございました。ね、品川大会、やっぱりね、開幕戦というのはね、なんというか、お祭り感があってね、非常に楽しいですね。公式、同じ公式なんですけどね、なんか、なんていうのかな、本当になんか特別感というのがね、ありました。ね、加藤健さんの開会宣言もありましたしね、非常に内容の濃かった2日間だったと思います。ね、その品川大会の前日にですね、あの水四駆の撮影もさせていただいたので、またその模様もね、お送りしたいと思っております。ね、とりあえずね、品川大会、お疲れ様でございました。ね、まああの、本日6月27日でございます。ね、このカバンも空です。ね、空です。ね、帰ってきた手で、ね、お送りいたしております。ね。はい、本当にお疲れ様でした。ね。まず、ね、品川大会の僕のレースの戦績をね、振り返りたいと思います。まず、僕が出場したマシン、ね、こちらです。ね。
はい、こちらです。出場したまんまの状態です。今一度スペックを確認します。まあ、前後前が、純正スラダンの AT、後ろがアンカーですね。でキャッチャーダンパー、フロント超チン、ブレーキはこんな感じ。タイヤ径 24mm、アルミホイルなっております。モーターライズダッシュですね。はい、ベンチは、パワーチャンプ RS でしたが、まず一つ、まあ、あのコースアウトしたんですけども、車速が足らなかったね。明らかに遅かったですよね。あの僕と一緒に走らせた時に、まあ、1位になった方、まあね、かなり早かったので、やっぱりね、この状態では無理かなと。まあ、あのデジタルドラゴンにちょっとね、あのビビりすぎたかなというところがありまして、まあ、あの感じの減速具合だと多分ハイパー入れてもいけると思いますんで、ハイパー入れていこうかなと、思ってます。でキッカーフラップで、まあ、コースアウト、4周目のね、あのキッカーフラップでコースアウトしましたので、そのキッカーフラップで、まあ、キッカーフラップはもうぶつかるもんやと思ってますね。キッカーフラップでぶつかって、しっかり着地できるようにね、ちょっとセッティングを考えていこうと思っておりますね。もう今週末、6月の30日かな、大阪大会でございますので、しっかりね、その辺を詰めていこうかなと思ってます。まあね、まあ、ブレーキは同じような感じで、まあ、モーターだけ、ハイパーに変えて、で、ちょっとキッカーフラップ対策を考えてというところを徹底していこうかなと思っております。ね、今週末も頑張りたいと思います。で、その前にですね、はい、先週の日曜日ですね、ジャパンカップの熊本大会が、行われたのですけども、そこでね、なんと、うちの加藤健さんが優勝いたしました。おめでとうございます、加藤健さんね。いや、素晴らしいね。早いね、優勝するの。もうね、すでにニューイヤー決めてますよね。空力マシンでスプリングも、決めました。でジャパンカップも優勝ね。これでね、もうウィンター決めたらね、4大大会制覇ということで、もういきなりチャンピオンズ1年目にして殿堂入りするというね、もうリーチがかかってるというところですね。いやー、すごいですね。先週の日曜日、僕ね、ホタルを見に行っておりましてね、まあ、ちょうど結果が出たのが6時ぐらいだったかな。で、まあ、ホタルまだかなまだかなって待ってる時に、まあ、LINE がねブーって光ったんですよ。で、まあ、加藤健さんおめでとうございますっていうメッセージが飛んでたんですよね。ん？これはまさかと、思いまして、調べてみると、加藤健さん優勝してました。ね。いやー、素晴らしいですね。とりあえず、ね、加藤健さん、優勝、おめでとうございます。ね。もうね、それで、ジャパンカップのチャンピオンシップに、出れる権利を得ておりますのでね、ジャパンカップ今年も、決めてきてもらいたいなと、思ってます。ね、本当に、加藤健さん、おめでとうございます。はい。というわけで、本日、品川大会から帰ってきた手でお送りしました。もう一週間以上経っておりますね。本当に品川大会、お疲れ様でございましたね。本当に、ね、動画もたくさんの方に見ていただいて嬉しい限りでございます。タミヤさんも見てると、ツイッターでいただきまして、本当に心から喜んでおりますね。今後ともね、竹尾チャンネルの方よろしくお願いしますとともに、加藤健さんおめでとうございますということと、今週末ジャパンカップ大阪大会、地元なんでね、精一杯、まずね、1次予選通過できるように頑張りたいと思います。ちょっとね、G25 になるんで、ちょっとね、交通状況が非常に不安なところもあるんですけども、皆様気をつけてね、大阪に来られる方はね、気をつけて来てください。というわけで、ジャパンカップ2019品川大会編終了。次回、ジャパンカップ大阪大会編開始でございます。また次回お楽しみに。以上でございます。大阪大会頑張ります。